イタリアウーディネ県アクイレア出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。ニックネームはジジ。選手時代は主にミッドフィールダーでプレーし、イタリア国内のクラブでプレーを続けていた。現役引退後はすぐに指導者の道へ進んだ。イタリアでは、昇格のスペシャリストとも呼ばれ、数々のクラブを上のカテゴリーに導いた。 天気は2000年から引いていた、キエーボが2002年に昇格すると、上位チームを相手にも前線し、ユーベ、ローマ、インテル、ミランに次ぐ声位に入る、快進撃でこの年、オスカルデル・カルチョの監督賞も受賞した。ポルト以外はすべてイタリアのクラブで指揮を取っている。2009年に就任したサンプドリアでは、ローマ時代に対立したアントニオ・カッサーノと再会。ここでは、 カッサーノの個性を生かすことに成功し、チームは1992年以来となる UEFA チャンピオンズリーグへの出場権を獲得。2010から11シーズンからユベントスの監督に就任することとなったが、成績不振を理由に1年でチームを去った。2015年12月1日、セリエ A で最下位に沈むエラスベローナと6月までの契約を結び指揮官に就任した。 翌年10月3日、成績不振によりステファノ・コラントゥオーノが解任された、ウディネーゼと1年の延長オプション付きで、シーズン終了までの契約を交わした。しかし2017年11月21日、ウディネーゼを解任された。ゲノア、トルナイル・トルメントン、デルナリー・オーデルネーリ、カルチョニュース24、2016年4月5日閲覧。 h t t p j p u e f a c o m スラッシュ memberassociations スラッシュアソシエーションイコールニュースニュースとイコール163万3731 html ユベントスデルネーリ監督を解任ベローナデルナリウフィーチャーレイルカルチョミマンキャバファロディトゥットパーレスタレインエ ラガゼッタデッドスポーツ2016年4月5日閲覧16位にテイメノウディネーゼデルネーリ新監督の昇平を発表サッカーキング2016年10月10日閲覧ありがとうございます